YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、国波です。今回は Minecraft PE パート2をやっていきたいと思います。今私、花粉症で、ちょっと鼻声なんですけれど、まあ、鼻声でね、ちょっと いつもより聞きづらいかもしれませんが、ご了承ください。では、ちょっと BGM 流しながら、前回の続きをやっていきたいと思います。前回の続きなんですけど、外が真っ暗で出たくないんですよね。はい。で、この仮拠点をちょっと広くしていこうかなと思います。松明も全然ないので、もうすることないんですけどね。一応前回に比べてちょっとだけ進めて、ほんのちょっと家の周りだけほんのちょこっとだけ松明を置きました。うん、どうしたもんかな。石の剣作って外出てみましょうか。はい、で、ああ見えないですね。羊の毛がないから寝れないし、ゲームの音が聞こえないから痛い。あ、石の剣弱いな。これ自動回復してくれないからちょっと大変だな。さあ来い。お、よし。うん、見えないですね。ちょっとおとなしくしてましょうか、家で。もう松明のその鉱石が出てこないと話にならないですね。うん、松明ないと本当。ちょっと下に掘ってみましょうか。多分高すぎんのかな、ここが。だから出てこないとか。ちょっと進めてって、うん、だってこう来る気配はないですね。あんま下掘りすぎて松明なくなるとゾンビ湧いちゃうので、ほどほどにしたいのですが、これ何の鉱石っていうか石なんだろう。ちょっとよくわかんないんですけど、うん、夜は長いですね。うわ、びっくりした。超ビビった。目の前にいるからね、これビビるわ。うん、そうですね、もうそろそろ朝になってきましたね。なんか上から降りてきた。おっと、降りてこれないのか。あー、燃えてますね。じゃあ今日もとりあえず羊を探しつつ、木とかを買っていきたいですね。とりあえず食料もないので豚借りたいと思います。うん、え、ないか。
木もここら辺全然ないので探しに行かないといけないんですよね。あんま離れすぎても迷子になりそうだし。あ、でもあっちにあるか。ちょっと行ってみましょうか。うん、前回と比べて全然進んでない気もしますが、何にせそんな長い時間撮れないんですよね、動画自体が。長くしすぎるとアップロード時間が遅くなって、うわ、スケさんだ。うん、ガードができないのがちょっと痛いですね。あとモッドとか欲しいんですよね。うん、暗い。とりあえずこの木を松明に変えて いきたいと思います。結構集まったかな。うん、とりあえずはい、そうですね、そろそろ時間もないと思うので終わりたいと思いますが、なんか全然進んでなくて申し訳ないです。本当によし、とりあえず今回はこんな感じですかね。建築も全然できてないんですけど、次の動画出す前にちょっとやって材料揃えてからまた実況していきたいと思います。今日はこの辺で失礼したいと思います。はい、ということで今回はこの辺で失礼いたします。それではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。それではバイバイ。